はい、藤尾です。ですね、お話動画なんですけど、ちょっとお願いっていうか教えてもらいたいことがあって、動画作りです。見ているあなたたちに教えてもらいたいことがあって、たまたま息子と話す機会があって、息子に聞いてたら、あのクオリティだったら稼げないと思うよって言われたんですよ。分かりませんくせに言ってきたんですよ。まあ心配してると思うんですよ、親父が頑張ってるんで。あれは彼はですね、昔からですね、親父が必死になる姿を知ってるんですよ。何でもで、仕事してても何にでも没頭して必死になって向きになるの知ってるんで、息子ながら助言入れてくるんですよ。まあ親父のこの遊び程度に YouTube やって、いや俺は違うんだ、お前の分もお前の分も奨学金とかもあるから頑張って母ちゃんと二人でどうにか二人で家庭で喜ばせてあげようって、息子や孫とか娘たちにもお金を少しあげるって YouTube やろうなって始めたんです。で、それをたまに見るらしいんですけど、息子も自分の悪口言ってないかなと思って見ると思うんですけど、まあそれであの状況だったらバズらないし、あのいろいろ知ってる中だったらそう思うって言ったんです。あってはいますよ。でもあってはいるけど、やってるのも我々二人ですよ。必死にやってるってんねんな。あの人は必死に料理作って、私も必死に料理作って、ただ最近ですね、あのフワちゃんのネタとかいろんなネタを出していたら、そこでも伸びてるんですよ。そこからも伸びてくるんで、収益出るようになれたんですよ。ただ以前だったら食べながらそのネタを言ってたんですよ、両方一緒に。だからクレームが多かったら何言ってるか分かんないって、食べながらなんで。まあ今も何言ってるか分かんないかもしれない。前よりは良くなってると思います。食べてないんで、口に入ってないんで、汚いじゃないですか。もともと汚いんですけど、ただあのそういう動画も作りつつ、食べ物も作りつつ、ちょっと教えてもらいたいのは、どうやったら伸びるかなって。あの例えば今あの私がよく見てるマサオさんとか、いろんなあのショート動画で、まあナイスマンとかジュンジュンワールドさんとか確実に注意稼いでるんですよ。で結局沖縄の YouTuber も最近動画作らなくなったんですよ。ショート動画で1000万再生ですから、いってると思うんですよ。200万とか100万いくの。私の場合ショート動画でも1万2万なんで、あれ1000作らないといけないんですよ。まあ中に今から1回あのブレイキンってやってる人が言ってたんですけど、ずっと作ってて悩んでる時に、眠って起きて通帳見て動画を作ったら一気に50万とか100万いったらしいです。なんかそこで当たって、YouTube さんがやってくれてるんですかね。だから、それ以来、もう彼はお金が稼げるようになったって言ったんですよ。いや、結構そういう話はいっぱいあるんですよ。だから私はいっぱい動画を作ってるんですよ。何かのきっかけに。でもなかなか難しいと、食べてるだけなんで。だからそこから、逆にですよ。私より良して、皆さんもどうやったら良くなるんだろうっていうのを考えていただいて。で、それは私のアイデアだよって。金はあげませんけども。教えてもらえないかな、見ているからか。例えば食べ物を食べている、本当はですよ、これはできないんですよ。作った方がいいんですよ。前はあの気まぐれクックさんとか作って食べるじゃないですか。さっきのブレイキンの人も作って食べる。まあ作ってる動画を見せて食べるのが一番いいんですよ。作りたい、作るのを知りたいんで。で食べてるだけの人の動画っていうのはあんまり、あの大食いの人、小梅ちゃんとかお米ちゃんとかたくさん食べる人とか可愛い人だったらそれはバズるんですよ。一応私も可愛いですけどね、吹き出しでうーっつ、そういうですね動画は無理です。ジジイなんで。でそれは無理。じゃあどうしようかって今思って悩んでるんですよ。というのはどうせやってるならなんかこう良くしていきたいじゃないですか。弁当屋も行こうで弁当屋って言うんですよね。沖縄の YouTuber ですね。私はこれ言い続けてるから私のとこ来ないと思うんですけど、行こうぜ弁当屋って言うんですよ。あれバカにしてないですか、弁当屋を。行こうぜダンパチ屋とか言わないじゃないですか。行こうぜ国会へとか言わないじゃないですか。なんで弁当屋なのかなって。行こうぜディスコへ行こうぜクラブへとか言わないじゃないですか。クラブへ行こうぜじゃないですか。弁当屋へ行こうぜでもよかったんじゃない。行こうぜ弁当屋
で、まあ、あの人のキャラなんで面白いんですよ。あの動画面白い、見てください。最高ですよ、あの日記。ここ来てましたよ。笑ってました。可愛かったね。ここで笑ってたよ、日記。日記、日記笑って。だから、ここへは来ません。多分来ないと思います。今日なんで、多分来ないっていう、まあ、おまとめをさせていただきます。多分来ないっていうのはですね。YouTube やってる人って、意外と自分の YouTube の、自分の YouTube が、私もそうですけど、自分の YouTube 好きなんです。人の YouTube を伸ばそうとか、最近不思議だったのが、沖縄の YouTuber で、もう今100万まで行った YouTuber が、ハイサイ探偵団と一緒に出たんですよ。なんでなのかなと思ったんですよ。なんで自分の動画作ってて、脚光浴びてて人気があるのに、なんで沖縄の、あの人たちは、県外なんですよね。で、ハイサイっていうのは沖縄だと思うんです。なんでその人たちに便乗しようとしてるの、あっちから来たのか、こっちから行ったのか、それはわかりません。ヒカキンさんレベルの人たちが1000万ぐらいで両方やってて、両方伸ばそうと思って、その層を取ろうとするのは思いますけど、私毎回言ってますけど、このレベルで、このレベルの、だから私もこの間、達郎さんとかの方は、ちょっとご遠慮させていただいてるんですけど、批判を買うっていうか、面白くないんですよ、見てる側が。ジャンルが違うし、キャラも違うし、お互いに面白いだったらいいと思うんですけど、お互いに面白い路線じゃないじゃないですか。こう言ってる、ああ言ってる、こんなこと食べている、こうしてる。で、そこの人たちと、私が持っているその皆さんと、優しい皆さんとですよ。あの沖縄っていう、沖縄を題材にある。全然違うんですよ。だから、動画を一緒にできないんですよ。多分。で、なんで最近それを一緒にやってる人たちが多いんで、なんでかなと思ったんですけど、私も以前にはですね、私の地元のところで女性が全部私が知ってる人と会ってたんですよ。私が知っている私の地元の国頭村の辺戸田というところなんですよ、私の地元。そこのお刺身屋さんに行って、ああ、もうお兄ちゃんですよ、隣の。で、スーパーに行ったら店長は私の同級生ですよ。で、トーバルという村があるんですけど、そこの区長さん、私の同級生ですよ。だから、そういう人たち、あ、ヨナっていうところでもやってますけど、あそこの区長さん、みんなも知り合いなんですよ。で、私コメント入れてたんですよ。あれみんな知り合いだけどよろしくねって。一言も返ってこなかったです。一言もですよ。あ、そうですかって。見てくれてありがとう、言っときますとだったら面白いじゃないですか。コメント見る人も面白いじゃないですか。見る人も地元の人たちが見るじゃないですか。ヨナの人も見るじゃないですか。ああ、藤井かってなるかもしれない。藤井王かってなるかもしれない。何も変えない。一言も変えない。一言も変えられないのに、1週間ぐらいした時に、サムライの YouTube に出てました、その女性。車買ってました。で、サムライさんの、その、動画にいつもコメントしてきて、コラボしましょう、コラボしましょうって来たらしいです。なんで私は、2000ぐらいの YouTube が行った時は来ないんです。誰一人。だからさっきのニッキーさんも来ないでしょって、悲観的じゃないですよ。だから皆さんを大事にする動画を作りたいんで、どういう動画を作ったらいいですかってお話をしたかったんですよ。来なかったんですよ。本当に悲しい話。誰も。で、今最近行った、奥間ビーチってあるんですけど、あの辺なんですよ、私の村が。で、後ろにトーバルってあるんですよ。福木並木があるんですよ。そこの区長をやってる人間たちが、蕎麦屋作ってるんですよ。富士王と似てる人がそこ行ってたんですよ。富士王と似てるんですよ。富士王、言えばいいじゃないですか。そういう人に、あ、同級生でなんだよ、なんだよって。あえて避けたのか。回転ができないのか。でも皆さん、その YouTube を見ていただいてるんですよ。私は一生懸命回転して、こういうな、こまごま弁当屋さんでも、ああがこうでこうで、余計なおせっかい。余計なおせっかいなんですか、私の動画は。はい、ということで、おせっかいやっていきますよ。楽しいですよ。それだけ私は、もういろんなところから目を気配りやってるってことで、さよなら飛びそうなんで。またよろしくお願いいたします。